はい、どうも鬼越トマホーク金ちゃんです。どうも鬼越トマホーク武藤敬司です。出た出た。さあ、ということで今回はゲスト、ニューヨークです。よろしくお願いします。ありがとう、はい、ありがとう、はい、もう呼んでくれたやな。いや、もうそうそうと今日なんで呼ばれたか分かる、はいはいはい、なんで呼ばれたか分かんないよ。何やね、呼ばれたからって。やっぱわかんないよ。何も聞いてないよ、前。渡部さんの件について4人で話し合いたいな。聞き出したいんですよ。いいっすね。もうさんざん話したよ。マジの YouTuber がやることやから、その。時事ネタすぐ動画上げる。たまたま一緒の仕事で楽屋でたっぷり話しちゃうもん、それは。たっぷり話しちゃう。3時間ぐらい喋って、鬼越と。あれ、俺らが今さ、俺らが今、渡部さんの、お取り寄せグルメベスト3取り寄せてみたとかありかな。本当の YouTuber やってんの。鬼越はいいんじゃない？ちょっと、歴史のキャラもあるし。渡部さんの YouTube さ、俺、グルメだから割と見てたんだけど、やっぱ更新が滞ると一番切ねえんだ。ニューヨークとかもそれ、毎日やってる分さ、不祥事とか起こして滞った時、すげえ悲しいからだ、あれ、実はテレビとか。ぽっかり胸に穴が開いたような気持ちになっとんや、りょうちゃんは。そうそう。さ、ちょっと攻めた気がする。入江さんのツイッターみたいになってるから。あ、それもニュースだ。いや、それはしょうがないよ。ちょっと攻めた企画で、その、やってみようみたいなさ、企画とかもさ、いろいろ考えてみるよ。いや、ちょっと。でも、マジでね。いや、ダメ。鬼越さん、やっぱさ、いや、これだけはいいんだけど、いいのよ、りょうちゃん、ちょっといい。もう今日なんで、もう、ニューヨーク呼んだかっていうのは、すっごい切り方したやん。はい。盛り上がってきたのに、ちょっとみんな。で、もうすごい、そういうのいいんじゃないの？同期4人でさ、喧嘩してきてる。もう YouTube 仕様になってるね、解説したばっかり。あのりょうちゃん、全然楽しまないアンド。アイドリングトークとか。聞いて聞いて。これ、ちょっと、これだけ、これだけ聞いて、これだけ聞いて。これだけ聞いて、ニューヨーク。これだけ聞いて、ニューヨーク。俺らは全然、なんでやねん。ちょっと待って、りょうちゃん、金ちゃんと足並み揃えてくれよ、りょうちゃん。これだけ聞いて、これだけ言わして。はいはいはい。これだけ聞いて、これ言わして。どっちさん、どっち？全然わかんないから。じゃあ、りょうちゃん、りょうちゃん、りょうちゃん。りょうちゃん。あとね、やっぱ、金ちゃんの方が危険なのに、なぜか金ちゃんが仕切ろうとするから、一番それが怖いから。いや、わかるわ。金ちゃん仕切りはあんま良くないよね、本当に。だって、これだけ言わして。ちょっと待って、これだけ言わして。これだけ言わして。これだけ言わして。ね、何金ちゃん何金ちゃん何やっぱさ、ズームだからさ、その空気感というかさ、ちょっと時差あるじゃん、0コンマ何秒ぐらい、1秒ぐらい。あるあるある。あんまりこれ盛り上がってるかどうかとかも分かんないよ、正直。いや、分かってる、今のは。今のは。待って、これだけ言わせて。ちょっといい、ちょっといい。これだけ言わせて。いやいや、ほら、絶対りょうちゃん、次は。絶対にりょうちゃんよ、今の。やっぱさっきのさ、まで行っちゃうとやっぱさ、やっぱ俺は本当にやっぱ不謹慎だなと思う。りょうちゃん、そういうこと平気にしちゃう。はいはいはい、言わせてもらっていい？言わせてもらっていい？りょうちゃん、りょうちゃんがそれを言ったことによって俺が悪になるから、そういうのは言わない方がいいよ。あ、なるほど。フォローに見えてな。フォローに見えて文章悪にしようがって決めてるから。で、何で呼んだんだよ俺たち。気をつけなさい。何なんだよこれ。ねえ、じゃあ、仕切るよ。なんで呼ばれてんの？仕切るよ。なんなの？あれ見せよ、島さん。はいはい。島さん、ズームの時の銀ちゃん見せて。はい、ズームの時。まあでも、まあね、うん。キャツミだよ、それもね。これはキャツミでしょ、もう。目開けて喋って。目は見てる人しか知らないけど。これだけ先に言わして。これだけ先言わして。これだけ先言わして。何？金ちゃんが変なこと言ったときに、俺が注意しても金ちゃんって絶対聞かないから、屋敷が突っ込んで。確かに、確かに。頼むよ。確かに。俺の言うことは絶対聞かないから。なんだ、マジで何か教えて、金ちゃん。皆さんの、まあそういう意見もいただくんですが、はい、今日ニューヨーク呼んだ理由、テーマ、はい、発表します。やっぱニューヨークって YouTube の中で俺ら先輩でしょ？始めたから。そうやな。先に始めた。本当はね、本当は一緒に始めたんだけどね。本当は同時。そうそうそう。デヘイチャンネルで。伝説の YouTube。デヘイチャンネル。ちょっと待って。ねえ。でも、もっと言うと、デヘイチャンネルの後、俺らが始める前に鬼越も始めてたし、その。デッドヒートは繰り広げてる。まあ、それ YouTube 内で。いろいろあって、まあ今の形になってるよね。いろいろごっちゃになるからね。うん。それで、まあ、
いや、まあでも正直さ、正直いや、りょうちゃん、言わしてくれ。りょうちゃん、言わしてや、こうじゃなくて言わしてくれ。な、まだ何も言ってないんだ。もう裁判や。今の俺が言って、言わさな無理よ、もう。りょうちゃんに言わさな。俺に言わしてくれ。なんで呼んだのか言ってないから。そうだよ。まあ、とりあえずだから、いい、りょうちゃん。ピンちゃんでいい。あの、一回進めるね、りょうちゃん、ちょっと。不服だな。いやいやいや、不服だわ。それはもうダメよ。それで、要は、まあ、先に YouTube 始めたから、それ10万人近いでしょ、もう登録者数が。うん、10万人の手前でなかなかな、いかへんねんけど。で、いろいろ企画とかも考えて、うん、まあ、トークとかやってるけど、まあ、俺らに合った、まあ、こういう企画とか、こういうのやったらいいんじゃないっていうアドバイスをちょっといただきたいのよ。俺は分かんないから、初心者として。なるほど。うん、まあ、正直さ、あの、ニューヨークってさ、最初歓迎されてたわけじゃないじゃん。全然、バットめっちゃ多かった。ネットの炎上から始まって、コツ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 積み上げてさ。うん。で、だって M1 前とか3万人ぐらいじゃなかった？そんなことない？あー、そうですね。そんなもんやった気するな。だから M1 前に。毎日やって3万人でしょ？そうじゃ。そうそう、1年間くらいね。あ、いや、3万人は超えてたか。3万人突破イベントしたんかな。あれ？あ、違うか、違うか。最初全然1万再生もいかないカロリーの高い企画とかめっちゃやってたじゃない。うんうんうん。やってた。だから俺らはさ、俺ら失敗したくないわけ。ずっと勝ち続けたいから、無駄な企画はやりたくないわけ。なるほどね。そう。なるほど。でも鬼越今本当に解説したタイミングとかさ、すごいいい気がするもん。あの、すごいいい感じじゃん。そうそう。テレビとかもさ、出てるし。今までさ、何回も上げるタイミングがあったんだけど、うん、逃し続けてきたのよ。うん。さすがにもう、逆に良かったもん。やらないと無理だなって。うん。だから、俺らが、あれ、俺らが計算したわけじゃなくてね、俺らも編集してくれる人いなかったから、自分たちで探してたのよ、ずっと。うん、うん、なるほどね。俺らってやっぱこだわりがあるから、うん、つい見つけたわけ。体重120キロの編集してくれる人を。うん。なるほど、なるほど。ベストパートナーと出会ったんやな、やっと。今ね、今見えてないけど。ちょうど2人を足したような見た目してるもんね。そう。いや、もう、もっとすごいよ。俺らよりすごいよ、本当に。でかいんや。面白いよね、あの人の見た目も。優しいから。今見えてないけど、その120、ミスター120キロ編集の人が、要は、1年後ぐらいにその人の花嫁を見つけるって企画もやりたいわけよ。もちろん、まあ、1年後くらいね、それはね、YouTube 載ったらまだ、まだその編集の人、顔も出してないからさ、分かんないけどね、ニューヨークも、ニューヨークもなんかさ、ある意味、うちわのスタッフをちょっといじるの大事な感じある、ちょっと定着してくるのはあるじゃない。いや、どうなんやろうな、それが伸びる感じじゃないけどね、別に。そうそうそう。福田さんね。でも鬼越まだ何もできんもんね、あの、ズーム系の企画しかまだやってないもんね、一発目の動画だけ。二人で、そうそうでやってたけど、これか確かに、その取れるようになったらっていう感じ、イメージとしては、あ、そう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 、まあだから取れるようになって、取れるようになったら一発目でやりたいのが出所飯っていう俺の企画で、あの刑務所でずっと出所してくる人待ってて何時間も何日も、で出所してきたら、すごいねその企画。出所してきたら、もうその人の過去の罪とかは聞かないけど、まあ、償ったってことで、その瞬間に食べたいものを、めっちゃおもろいやん。それはすごいよ。それすごいよ。出所して、解散。で、今後の人生頑張って、ザ・ノンフィクション。りょうちゃんが作ってもいいんじゃないの、飯。あ、もうなんでも。でも、それだとあれなんで、一番食いたいもの聞いて、そうそう、あと、ザ・ノンフィクション、本当に。そう、本当に。それがおにぎりなのか、おにぎりなのか、まあ、高級ステーキとかでもいいと思ってる。めちゃアポ取るん大変やろうな、その、オッケーな人にたどり着くまでが。でも、怖いしな、それ、突撃だ。その、たどり着くまでもドキュメンタリーにしようかなっていう。いや、めちゃ面白い。それはいいと思う。やりたいのあるんだけど、まあ、現実的にさ、ニューヨークが考える中で、俺らがでやったら面白そうなのとか、なんかない？だから、その出所飯も正直、法律がどうかよく分かってる。いろいろむずいじゃん、その。ああ、コンプライアンスとかね。だから今はやっぱり、なかなかね、まだちょっと、まあ、時期にだけど、外でね、ロケとかは大変だと思うから、やっぱまずは、やっぱりね、意外再生回数ないぐらい行くのネタなのよ。だからやっぱ、ほら、やっぱ俺ら同期10年以上やってるからさ、今まで
ストックでね、とりあえずネタをこう。カズボー、何本だっけ？カズボー、11年目です、僕ら。そうそう、だからネタをもう。ネタ4本しかないです。はい。うそやん。4本で、そんなことねえよ。1本下ネタで、1本放送禁止用語いっぱい入ってるやつ。はい、そうです。実質2本。2本です。だからさ、はい、あの、下ネタワスラップの動画とかやばかったやん、あれ。めっちゃ再生いってなかったっけ？ああ、50万、100万。100万再生とか言ってたね。あんなのさ、鬼越チャンネルで上げとったらさ、それめちゃな、言っとったってことやん。でもさ、あの、あれはアベマ TV さんの映像だから使えないからさ、うん、使えないから、そうあの、収録し直さなきゃいけないじゃん、ライブとかで。うんうん、でもあれ、ライブで受けたことねえんだよ、下ネタ、あの、ね、あの、デス演芸やったっけ、あの、レーザーラモンさん。あ、デス演芸ね。あれとかさ、もう無類の強さ発揮するやん、どこでも大阪的に漫才やるみたいな。ダメだよ、暴力団の名前言っちゃってんだから。だから俺は、ダメか。犯罪者10人ぐらい出てくるんだから、あのネタ。鬼越はその無料でいろんな人に見せるっていうよりは、もう金払ってやつにだけ見せるみたいな、ラジオも。課金制ね。もう、そう、月額でお金、ネタも。あとはまあ、また企画は別になるけど、俺らもさ、ニューラジオっつって毎週ラジオみたいなのやってんのよ。うん。で、その、オールナイトニッポンゼロがめちゃくちゃ面白かったし、反響もすごかったし、それやったらこれ。YouTube の無料の方には、あの、こっから先は、あの、課金した人しか聞かれへんって言って、その、ジャブのとこだけ乗っけるのよ。で、どんどん鬼越がやばい話になっていく手前で切って、これ以上聞きたい人は、サブスク、月額払ってくれっつって。それはさ、あの、YouTube プレミアム。お前、いきなりビジネスの仕組みから惜しくなったと思ってた。何なの？いや、俺はもう思っとった。鬼越がやるんやったら。ね、あそこまでも考えてよ、こいつ。屋敷もやっぱり YouTube 始めた頃の純粋な気持ちはもうなくなってるね。本当に。いや、鬼越一番合ってると思う、俺は。俺らもさ、もう女性スタッフとかも募集したいんだけど。いや、いいんじゃない？今誰が来るやろ、だからそのまだ。ニューヨークとの対比になって、やっぱり一人来たらおもれえじゃん、逆に。ああ、全然後編だっていうか。あの、田辺みたいなの来たら、ぼる塾みたいなの来たらおもろいじゃん。いや、でもその、あんま、ダメな方のいじりはしづらいからな、その女性に対して。いやいや、もちろん俺ら失礼なことはしないよ、女性。真剣にやるよ、真剣に。うん。本当に手伝ってもらうし。うん、そう。でもまあ、コメントが入ってもらうし。悪口とかはいいからもね。悪口ラジオとか。そう、結局 YouTube もテレビぐらい今厳しいしさ。すぐ広告つかへんだりすんのよ。え、あの、月額でもらったやつは、要はさ、ちょっとライブで、ゴシップライブみたいな形でもいいってことなの？その、広告はつかない。ゴシップラジオみたいな。そう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 。で、月額いくらとか決められんの？自分たちで。あ、わからん。そのやり方はまだ俺わからんけど、多分なんぼでもできそうやから。前、ニューヨークの屋敷のお母さんがやってたやつみたいなこと？それはあれ、スーパーチャット、あの、投げ銭？あれはいくら、お母さんには寄付できたの？あれは42万くれたんよ、お客さん。すごっ！でも、ね、もう Google と Apple と吉本に取られて18万ぐらいかな。それ言っちゃいけないやつなんじゃないの？いや、いいんじゃない？結構言うてるよ、俺ら。YouTube で。ひょうたん島はどうなってる、ひょうたん島。今だから15万ぐらいおかんに渡したのは。ああ、いやでもまあありがたいよな、正直。いや、ありがたいけど、でもそれやったらもっと違うやり方の方が本当はね、渡した人も気持ちいいやん。そうですね。ああ、らしいね。うん、まあ、あれでしょ、屋敷のお母さんが困ってるから、泥棒入ったんだろ、ひょうたん島、昔。いや、それだいぶ前な。それだいぶ前。何を盗、いくら盗まれたの？ねえ。レジ金の小銭だけ。いくら？いや、いくらか知らん。数万じゃない、ほんま、レジ金の。ひょうたん島さ、ね、何部屋あるんだっけ？ひょうたん島はね、4部屋、5部屋ぐらいかな。一つの部屋何人、何人入れるんだっけ？50人ぐらい。そこからまあ、最初のミス。カラオケボックスとかのレベルじゃないから。うん、広いな。もうちょっと、ちっちゃい部屋に作っといた方がよかった、ね。まあまあね。でもマジであれじゃない、あの、二人はさ、特技もすごいから。やっぱ、りょうちゃんの、やっぱ、飯じゃない、うん、手料理。あ、やっぱ、料理作る動画はなんか、伸びそうだけどな。でも、あれとかだって、そうだね。でも、大昔俺らさ、
うん、大昔、デヘイチャンネルってやつで、なんか本当に渾身のさ、天下一品鍋ってのやったら全然いかなかったよな。いかんかった。だから、いかんかったね、一個芸人の要素入れとかなあかんのよ。なんでも。笑い。笑いっていうか、いや、芸人がやるから意味があることが、エッセンスとして入ってないから。だから、りょうちゃんが作った料理をめっちゃ人気者に食わすでいいよ。あの、兼近とか。なるほどね。だから、そっか、それかさ、単純にさ、俺、研究したのがアムアムワールドあるじゃない。うんうんうん。あれってさ、150回生ぐらいしかしてないのよ、普段の。そうやね、アムアムもそうやね。いろんな、ね、だけど料理ってね、うん。なんか、パラサイトって映画が流行った時に、いち早くチャパグリの作り方みたいなのあげたら、それだけ3万か4万いって。確かに。あ、そうなんや。なるほどな。だからニューヨークのあの渡部さんの話とかめちゃめちゃ俺はいいと思うんだよね。もうすぐ出しちゃうにしては。あ、でもやっぱ渡部さんタイトルに入れんかったな、もうさすがになんか。うん、ああ。YouTuber すぎるから、それやると。米津玄師のさ、レモンが流行った時とかはさ、あ、みんなレモン歌ってたじゃん。レモン歌ってた。ね、まあね、でも俺らレモン歌ったけど、全然伸びんだから。いや、だそのなんか、でも本当に金ちゃんは本当に歌うまいから伸びるかもね。本当に歌うまいやつが歌えば伸びるかも。だからキングヌー歌ってみたら一発。キングヌー、今レモンはちょっともうあれだけど。キングヌーってもう、なんかこんな、キングゴリラがね。キングヌー、これで。いや、わからん、そういう、まんまやるとかは伸びたことないから。もうニューヨークってさ、ニューヨークって動画数で言ったら何本上げてんの、うん、もう。500上げてる、上げとんじゃない、だって1年半ぐらいやっとるから、うんうん、で500本でさ、一番これなんかバズったなとか登録者増えたなと思うのは何を体感で。俺らね、企画で言うとね、うん、あのなんかね、勝手にいろんなランキングつけるみたいなシリーズあんのよ。あ、一番結構楽じゃない。喧嘩、そうそう、二人でただあの喧嘩強そうな若手芸人ランキングとか、お、女芸人とか、そう、彼女にしたい女芸人ランキングとか、それがね、そんなのが伸びるとは1ミリも思わなかったけど、だからあれでしょ、うん、いわゆるさ、あの最初のイメージってさ、俺に喋らせろ、銀の。りょうちゃん、りょうちゃん、俺に喋らせろ。りょうちゃん、一回手やろ、あの、引くことも覚えよう、その、ぶつかった時に。俺はずっと引いてる。で、俺はずっと弾いてんだよ。なあ、お前って言いたい。じゃあ、逆に俺喋っていい、今、じゃあ。いいよ。だからね、それがね、多少ね、ちょっとね、あの、結構10万とか言ってるからか、いろんな方がちょっと見てくれてるのか分かんないけど、うん、これもしかしたらっていうか、まあ、ちょっと、あれかな、まあ、多分、あの、山田邦子の国チャンネルがパクってる。マジ？あれ？マジで？すっごい山田邦子さんがすっごいね、今まで怖かった先輩ランキングすっごいランキングしててね、あら、ね、山田邦子さんって言った瞬間にすげえうちの電波が悪くなって聞こえないんだって、ね、なんで山田邦子さんの何、うん、あの国チャンネルって俺好きで見てんのよ、面白くて。めっちゃ見たいわ。でも国チャンネル結構ね、あの俺らがやってる感じのなんかランキングみたいな、一人で言ってんの。結構バズってんの、国チャンネルは。あ、国チャンネル面白いね。俺も普通好きで。だからまあ、うん、ランキング。思ったのがさ、そのやっぱ山田邦子さんっていろいろ経験してきてるじゃん、芸能界で。うん。だからさ、そうそうそう、リアリティがあるじゃん、正直。そう。全然俺らがやるよりおもろい。すげえ、ぶっちゃけんのよ。そのエピソードもあるし、経験談も交えて話してるからさ。そう、多分なんか、あの、なんかモテる、それこそ可愛い、今まで見て可愛かった女優さんランキングみたいな。ああ、それ聞きたいね。フカキョンとか言ってんだよ、なんか飲み行った時にみたいな。え、それでさ、すごいよみたいな。何万人ぐらいいるの、国チャンネルは。いや、結構ね、いるのよ。ね、ね、多分5万、でも5万人くらいかな。でも再生回数はすごいよ。ちなみにね、ちなみに勝俣国和チャンネルは1500人だ。お前やめろ、お前。はっちゃんバカにすんな、はっちゃん好きなんだから。え、バビロンチャンネル登録してやれよ。いやいや、必ずもう、もうダウンタウンデラックスのトークの一番最後はかっちゃんなんだから。かっちゃんが喋って。あれも大事だよ、やっぱコラボするみたいな。あの、登録者増えるで言うたら。やっぱ俺らは、かまいたちさんとやった後がもうやばかったから。へぇー。単純に、
めちゃくちゃ、多い人とコラボするっていうよりは、なんかその人らのファンが、俺らのファンと、なんつうの、似てるみたいな人と、シンクロね。そうそうそう。鬼越のファンの系統と、そのコラボする人のファンの系統が似てて、じゃあ、俺らは、錦鯉さん、コラボする人決まったよ。錦鯉さんでいいの？いや、伸びないな、ごめん。いや、でけえ方がいいよ。でけえ方が。文房が、向こうの方が。あ、向こうの方が。丸山ゴンザレスさんとかね。ああ、いいじゃん。丸山ゴンザレスさん、YouTube やってんの？そう、今、バズりまくってるよ。あ、それは、いいんじゃない？その、りょうちゃんも共演経験とかもあるんだったら。あ、俺、もうマジで爆笑問題さん呼べよ、もう。今日ね、今日言ったの、ラジオで一緒だったから、もし登録者数行ったら、ちょっと出てくださいよ、つって。でも10万人って言っちゃった。10万人行った時記念でっていう。そこまで聞いてない。もうすぐ。いや、すぐでいいよ、すぐで。え、1000人でいいよね。10万人の価値はないでしょ。いや、価値ないとか言うんじゃない。まあ、いや、空いちゃうよ。だいぶ空くよ。10万人は大変よ。10万人で太田光代さんじゃない、やっぱ。そうだね。1万人で来てもらって。そっちの方がむずいから。1万人で太田さん、3万人で田中さん、5万人で爆笑問題で、10万人で光代に行きましょう。やっぱラジオはチャンスよ。それはもう決めよう。決めよう。サンドイッチマンさんとかさ、出てくれたりしたらめちゃでかいやん。でも、5000人。もうすぐ5000人だけど、5000人は善次郎さんでいいかな。やめろ、お前な。善次郎さんは、お前な。善次郎さん、1人と鬼越2人はきついぞ、多分。誰がかまさんと。確かに。20万人いったら、太田さんと善次郎さん呼ぼう。あ、いいね。いや、もうあんま興味ないね。そこの2人が。だから、金ちゃん、マジであれは春日さん。ああ、師匠。すげえ。師匠、仲いいけど、だから、まあだから、師匠は多分もう、ほら、オードリーさんのラジオリスナーはすごいじゃない？確かにね。でもさ、逆に今さ、りょうちゃん逆に今さ、逆に今、ズームだから春日さんとか呼べるってのあるかもね。そうやね。そうやね。だから、春日さんとズーム飲みしたからさ、前さ。うんうんうん。その前に向こうも YouTube やってたりすると、いや、言いやすいよね。だから、やってないからさ、多分コラボとかではないじゃん。リアルな話、他事務所だし。春日さんはでもマジでお願いしたらいけんじゃん。まあ、ゲストだよね。うん。その前に、パラダイスさんいるけど、どう？絶対ダメだよ。絶対、もう距離置いた方がいいんだから。でも、その、めちゃくちゃピーみたいな入った動画は撮れるね。その。あの人だとほぼ P で全部会話わかんないと思うわ。あとパラダイスさん YouTube やってたよね、確か。うん。村本さんはいいよ。あ、村本さんね。でもあれはもう、金ちゃんがさ、悪口言った人たちどんどん呼んでいって謝るっていうの。いや、それは考えてるよ。あ、考えとん。なるほど。俺も考えてる一応。まあ考えるか、それは。ただ、本当に怒ってて出てくれないかもしれないから。まあそっちの方が可能性高いね。高いね。まあでも、俺は全然ここに CCD つけて一人で行くよ、それは。いやいや、めちゃくちゃバカにしてるやん。電波少年みたいな。やばいっしょ。電波少年みたいな感じで一人でこれ。うちのブーちゃんやばいっしょ、ブーちゃん。いや、金ちゃんの方がやばいのよ。でもそれはやっぱ YouTube で俺は伝えていきたいね、金ちゃんのやばさは。そうだね、伝わっていくと思うよ、YouTube で。でも、りょうちゃんだけじゃむずいやろ、金ちゃんのやばさ伝えるの。いや、金ちゃん言うこと聞かないから、俺の。絶対に。もう。ずっと長年やってるけど。マジで毎週ラジオとかレギュラーあったら、どんどんバレてくで、金ちゃんのそのやばさは。しかもさ、その、俺が言った特別を超えようとしちゃってるからさ、こいつ。してないし、なんか俺が言ったとしても、りょうちゃんは俺の言うことを聞かないって言うんだけど、りょうちゃんがツッコミをできないだけなの。わかる？ああ、ツッコんでもらえれば別にそれはそれでいいんだけど、お前やばいやつだなで終わりになっちゃうから、本当にやばいやつになってるし。もう、引くから。わかったでしょ。今の責任転換でわかったでしょ。本当にここで CCD つけて一人行ったら頭おかしいだろ、俺。なあ。普通にボケよ、それを。いやいや、普通にオールナイトニッポンでいろいろ言ってたけど、あんた頭がおかしいよ。本当に。あんたは。それは出してほしいけどね、金ちゃんの。トンパチのところ。あとはでも、
あとは好きな人とコラボしたいけどね、やっぱ長州力さんとかね、武藤敬司さんとか、うんね、そのりょうちゃんのプロレス愛とかさ、その総合とかの愛語るだけの動画とか上げといたらその届くんじゃないの。ああ、そっちの層の人にね、その視聴感覚もいかんけど、そっちの人には届くみたいな。だから一回カズと、カズとちょっとやっぱやりたいのよ、モノマネ。あの、長州力と武藤敬司のズーム飲みの真似をね。あれ再現するあれ再現するまんま。うん、ちょっと、敬司。ちょっとだけ。うん。ちょっと厳して今。うん、敬司。敬司久しぶりだな。うん、敬司。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。長州さん、これ。これ、ちょっとダメだ、これ。ね、向こう、向こうっぽい方が長州やんの、これ。ね、ちょっと待って。ケイジ。向こうっぽい方が長州やんの。いや、ちょっと逆だって。ケイジさ、ケイジ。じゃあ、りょうちゃん。りょうちゃん。りきちゃんホットクラブへようこそ。りきちゃんホットクラブへようこそ。りきちゃんホットクラブへようこそ。違う違う違う。たけぞ、たけぞ。指名をたくねぞ。チョイスさんダメだこれ。ね。これダメだ。これ聞こえないよチョイスさん。ちょっと。左右に動いてみな。見づらい。ね。ケイジ。見づらいって。ね。無の方がチョイスさんやってるから。ちょねちょっと。これやりたいの。これやりたい。見づらい。絶対逆の方がいいよ役は。絶対逆よ。ずっと見づらいもんだって。これ武藤さんの真似はできねえんだよ。いやいややれよもう。こういうのとかやれよもう。逆でいくわ。逆でいくな。見づらかったっすね。なるほど、ね、まあ、それはバズらんかな。なんかさ、外に向けてはありだと思うけどね、鬼声はね。ある意味、YouTuber っぽい感じというかね。コラボするとしたら別に芸人とかじゃなくてもいいの？いや、俺はなんか鬼声だったら全然そのね、なんか合いそうだけどね。例えば YouTuber とかの人とかでも、誰かわかんない。なるほどね。でも本当になんかあの YouTuber 版喧嘩を止めようは単純にやってみたいけどね。吉本もウームと提携したらしい。まあね。なるほどね。あ、そんなんもうめちゃめちゃ呼ばれやすいじゃん。はっきり言うけどさ、多分ニューヨークはさ、コラボしますって YouTuber 来ても絡みづらいでしょ、おそらく。まあ別に当たり障りない感じになるんだよ、多分。俺らはさ、一個喧嘩さえできればいいもん、別に。確かに確かに。うん、まあ、ね、あ、そうだな、もう確かに金ちゃんが巨人師匠に今弟子入りしたいんですけどって言いに行くのは面白いけどね。一番やべえ。やばいよ。そっちの方がやばい。その真面目でふりした不真面目が一番やばいから。ああ、マジってことだ。 YouTuber なんて別に捕まるとかあるからね。その そんなへじゃないというか、まあ、実はだから確かに一回だから捕まってみたら軽くその本当に叩かれない程度のテレビ出れないから。どんな捕まり方やねんそれ。俺ら YouTube 撮影中にちょっと迷惑かけちゃってみたいな。そんで一回こうグッと話題にさせて。カズボ、カズボ、YouTuber になりたいわけじゃないし、その捕まってみたってつまんないでしょ。今だったらこのやっぱ綾部さんとかがまだ続くから、しれっと軽く。芸人がさ、あの要は結局さ、鬼越の喧嘩芸もさ、芸人がこう広めたやんか、要は、あの、インポッシブさんと喧嘩したのを、ジュニアさんの耳に届いて、ジュニアさんが言うてみたいな。うん、だそういうことじゃ、YouTube もこいあの、鬼越がなんか YouTube やったらしいけど、YouTube 内でなんかしたらしいみたいな。その視聴者数はそんなやけど、芸人が外で話すみたいな内容にした方がいいと思う。だから俺は1本目の動画でバンされたかったんだよね。ああ、なるほどね。でも、キンちゃんは結構バンに厳しくてさ。はいはい、待ってね。ねえ。怒られんのよ。なんなん？ほんとに。でも、キンちゃんそんなこと言ったらずっと乳首見えてるよ。あ？やめろやめろやめろ。あ、いや、ダメダメ。いや、マジ思んないやつら。マジやばい。いやいや、マジやばい。マジやばい。マジやばい。ダメダメ。どっちでもいいし、生放送じゃないから。ねえ。これ全部カットだから。